そういえばさ、エンリーっていう、なんていうの、レストラン、カフェなんかできたよね、中央公園に。中央公園できたの、図書館のところな、霞町になるんだったっけな、確か。なんかその辺、駅前大通り、福山駅からまっすぐ行って、で、まあ、左行って、ちょちょっと行ったら行けるところな。そう、中央公園。その図書館のとこよ。福山の図書館で調べたらわかるわ。で、そこの、な敷地内。その、図書館があって、もう、同じ敷地内よね、あれね。中央公園ってね。広いところだと思うんだけど、最近行ってないからさ、あの辺。ちょっと、中央公園内のどの辺なのかっていうのは、ちょっと俺まだ見れてないから、わかってないんだけど、この前、オープンしたばっかりだと思う。てかグランドオープンが8日って書いてあったかな、ネットの情報だけどネットでちょっと調べたら8日がグランドオープン的な感じだったと思う。んで、でもなんかもう空いてて、空いてるんよ。なんかその話も聞いててさ、ちょっとこれ動画にしとかんとなって思いながら数日立ったっていう状況なんだけど、なんか中央公園を結構いい感じにしていこうみたいな動きって前からあったんよ。前からあったんだけど、何分俺がさ、外に出れてないからさ、なんかあんまり状況よく分かってなくって、じゃあ動画にすんなよって話なんだけどでもまあこの、その中央公園のところになんかそういう食べれるところができたよっていうのはちょっとお伝えしとかんとなと思って、で今こうやって撮ってるんだけど、外、自分が知っててもさ、あんまりなんかこう言わないじゃん、外に向けて。俺もそれ用にブログを書けばいいんだけどさ、もういっぱいいっぱいで生放送とか週末12時間やったりとかね、普通にするからさ、割といっぱいいっぱいになっちゃってて、だけどまあ、それだったら動画で言えばいいやと思って。で、なんか改めて時間ができたらね、なんか、ブログにまとめたりすればいいかなと思うんだけど、まあ、また行って、実際に自分が行ってみたら、言うわ。言うわっていうか、伝えようとは思ってる。うん。なので、こういう場所が中央公園にできましたよ。で、8日がグランドオープンですよ。で、すでにプレオープン的な感じでやってますよみたいなことは知っといて知っといてもらって、うん、耳に入れておいてもらってと思って動画にした次第です。また何か分かり次第言いますので、はい、気になる方はチャンネル登録高評価しておいてください。ちょっと内容薄くて申し訳ないじゃあ終わります。ありがとうございます。